浅尾義正は、日本のゲームクリエイター、法政大学文学部を卒業、ソニーコンピュータエンターテインメント、クレイジーゲーム、キャビア、A 久インタラクティブに在籍していた。現在は株式会社ゲームスタジオに在籍している。ロード・オブ・バーミリオン3以降、同シリーズのディレクターとして、主要な世界設定、ストーリー、カードのフレーバーテキスト、 全キャラクターのセリフ脚本を執筆しており、その多彩なキャラ立てとギャグからシリアスまでこなす広大で緻密な世界観の構築に一定の票を博している。また、ツイッターでは寄せられたコメント一つ一つに応じて丁寧なリプライを返すことからシリーズのファンからロブの両親と呼ばれることも少なくない。2016年にロード・オブ・バーミリオンリ3にて行われた。 使いまビンゴキャンペーンで発表されたシリーズ初のキャラクターソング、クリムゾンラブでは作詞、作曲を担当、その他同シリーズの一部キャラクターデザインも担当している。ありがとうございます。